スパーの宇田と島袋とワン君。はい、本日の企画なんですけれども、はいはいはい、皆さんお腹の方は空いておられますか？全然空いてないですね、はい、ケンタッキーだったら一つ。じゃあ全然大丈夫です。っていうのも今回はまあ食べ物企画なんですけれども、本日の企画、大量のカレー、タライカレーを食い尽くせイエーイ。タイトルコール下手くそだしさ、唾めっちゃ飛ぶやん。めっちゃ飛んだ。あ、本日はですね、はい、タイトルの通り、はい、タライカレーです。タライって皆さんご存知ですよね？よくドリフとかでやってたガーッバーッ頭こっちぐらいやつ、どっこらしょでっかーんとこしょと、この量です。画面いっぱいいっぱい。本日はカレーの中に大量のカレーを入れてみんなで食い尽くすぞっていう企画です。これしっかりアルミホイルまで引いてくれて、ちょっと本当に衛生的に怖いんでちゃんとマジで引かせていただきました。早速カレーを移していくわけなんですけども、はい、もうレベチっすよ。え、これで全部？これで何？これで10です。うそやん。これで2分の1なんですよ。うわっ、うわ、これで20号っす。ってことで、うん、まあ早速食べていくのにあたってまあ準備が必要なんで、はい、まずはここにカレーを移していきます。半分のがいいやんな。そう、半分側。うわぁ、おっぱいよ。せーの。あ、待って、あ、8なんで知ってんじゃん。こっち側に。おい、やれやれ。よっしゃ、8、見て、うろ、うわ、やば。うわ、ホイールが溶けた。見てよ、この量。これ汗とか入ってないよね。入ってへん、入ってへん。いや、この量汗入れて他にも大問題。これ VTR 見せられるか。はい、次はカレーのルーです。入れよう、入れよう。うわ、すっげえ量やん。いきます。はい、3、2、1。シャブ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 やばいやばいやばい。音すげえ。げ今回はね、このカレー1袋 200g を40個用意したんで、シニが8 8000 8000 8キロっすか？8キロですよ。8キロもあんの？そうだろ。やばカレーを移し終わりました。はい、ところでですよ、はい、このカレーの気になる量ですよ。何キロかっちゅう話ですよね。そうなんですよ。ちなみにね、このタレさっき事前に測ったら 3.3 キロありました。 3.3 ね、はい、なんでこれを置いた時の出たキロ無数マイナス 3.3 です。オッケー、カレーの了解です。せーの、せーの、よいしょ。せーの、せーの。とりあえず置いて、置いて、時間経って、時間経っていきますよ。グッドジョッ。17.1 ですね。うわっ、待って、13.8 か。くらえ、神の裁きよ。ってことで、このカレーの量は 13.8 キロ、約14キロです。バカじゃねえの。食い切っていきましょうか。はい、もうやろう、早く。もうやろう。もう事前に何取ったの？危ない危ない危ない。今日はね、大量のカレーをね、無理して食べていきたいと思います。はい、では皆さん手を合わせてください。いただきます。いただきます。ちなみに僕たちこの前、ナポリタンじゃないわ、ペペロンチーノにハンバーグに、デザートにサラダを食べました。スンプ状でね、食べてまーす、うん、奥深い。これスプーンでこれだからね、舐めとるかな。いただきます。いただきますね。熱い。うんうん、ちょうどいい。あ、うまっ。うん、おいしいわ。米が歯にガム見て。じゃあ俺カレーのルーだけほぼいくわ。いや、俺もカレーのルーの半分いくわ。ちょうどいい、見とくわ。シンプルマジ大人材、今回。うん、マジで。うん、なんで笑ってるん自分。もう腹いっぱいやねんけど、味に飽きた、もう。この量の差よ、みんな。違いますよ。おかしくないですか？俺ともっちゃん同じぐらいな。いきます、いっせーのね。無理やりやな。なんで混ぜんだよ。見えの位置が入るやろ。この部分だちゃう。この部分だちゃう。汚染みたいになってるやん、やめて。汚染やろ。足の動作と変わらん。スケット呼ば。スケット呼ば。今日僕ら強力な超スーパースケットをね。そうなんですよ、はい、もうね、引き受けた仕事は必ず引き受ける、もう最後までやり遂げる、ある男性を今回はこのうちにお招きしました。うわ、御年48歳の国崎パパです。
ギリザケイジの父です。お願いします。タンケッキー、タンケッキー、タケタケタケタンケッキー。いえ、ちょっとマジでこれこれマジっすか。いや、まあ、俺か言うてカレーめっちゃ好きやからな。え、そうマジっすか。だって結構一人で豪快とか一人でも行くから豪快、ヒッチン、ユキ、なんだっけ、ちゃんカレー、ごめんなさいまあ今回はケイスケが休みなんでね、うん、その代わりの超助っ人な、めちゃくちゃ頼りになる助っ人をお呼びしました。でもまあ言うてオンリーって結構食えたんだけど、これはほんま好きやろ。よかったっすわ。いただきます。よろしくお願いします。お願いします。どっから食べても大丈夫。このいくらカレー好きでも、はい、たらいにカレー入ってると、はい、じゃマジなリアクションやけど、はい、ちょっとやばいねこれ。うん、味はうまい。味は、うん、この見た目がちょっとごっついですけど、と思うけど食べたらうまい。すいません、はい、宇田うんこ行ってきますおいカレーの最中にちょっとやめてくれや、お前これ思い浮かべらんやほんまえぐいですおい、宇田くん長いよ。濃いジャワカレーが出ましたパパちょっとここでやるわ、俺ちょっと証明してくるわ。了解です。じゃあまた助っ人で。おまたありがとうございます。あれやったら、俺トイレ行って回復していい。なんだどういうの。お前が抜けた間にわしら誰が来るねん。誰が来るの。任せろって呼んだるわ。おんねんな。ちょっと聞こえたやろ。おんねんな。おるよ。黄色い線香呼ぶんか。黄色い線香呼びます。あ、いた。汚い線香。うわカン君の代わりが来ました。いただきます。レックのヒロです。レックじゃないっす。ヒロっす。え、ほんと減らしてるのと思うから任して。俺むちゃくちゃ今腹減ってんねん。え、ガチガチガチ。ちょっと声聞こえてたけど、マジ食いたかった。え、そう、いいよ。待ってた、待ってた、待ってた。呼ばれるの待ってた、待ってた、待ってた。いただきます。はい。ちょっと、一口目は。うめぇ。うめぇ。やっぱりうめぇ。腹減った。目がとろけとった、今。すくっても、すくっても、カリ。リアルにうんこ行ってきていいですか。回復すんねんな。回復は分かんないです。ただ多少遅れると思います今圧迫されてるから腸で。いいよ。クイーン味やな。だってさ入らんもん。入らないよ。しゃあないよ。入るよ。これ食べ方が分かんのちゃう。自分の目の前にないからタンクみたいに手つけられない。そういうことやな。器があることによって食べなきゃいけないっていう欲求に駆られんねん。おーうそ。チェンキュー。うえーうまいだろ。うだちゃんの器はいらんな。うだちゃんの器がこれやから。そう、これ器これやから。デブはもう食えない食えない豚はただの豚。ネギももう食えないよさっさと土に帰れ。ヘイ。ガリガリと野菜取れたてとただのデブとゴーもババアも頑張ってる一人で10杯食うと言ったやばすぎやろ本当に。危ねえ今。分け取ったやん2人。ああ俺も分けるわ。じゃあお皿に盛るってこと。お皿に盛って食べるわ。だからそっちの方がなんかいける気がする。壊れかけの胃袋。まあまた夢落ちには終わらせませんっていう意志で、うん、バカほど時間はかかってます。じゃあもう分けよう。もうみんなで行こう行こう。分けよう。ほんまにあと一口ずつじゃん。一口ずつやと思うよ。多分計6、7時間ぐらいかかってますね休憩込みでもうお母さんに言ってやるんだ。じゃあ最後食う。食おう。よしか。いただきます。いただきます。もしかして完食俺ら13.8キロの大盛りカレー完食。僕ら
らもうエンディング撮る気力もないよね。じゃあ食べられる間起こったでしょ。多分僕ら大食い食べることに関して初じゃないですか、今週は。マジ初やと思う。マジ初やと思う。ずっと負けてたからさ。はい、ということで皆さん、この動画がよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バッチョ、おいたい。お前さ、ありえん。走り出したこの息吹を風に乗せて今動く。